皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。今回はチャレンジにあるマルチチャレンジですね。これが2つマルチプレイで3位内を合計5回取る、あと3回やらなきゃいけないということで、このねみんなでから飛べるワールドマッチの方でやっていきたいと思います。これね、なんせ iPad なのってちょっとゴールドの方はできないという、そしてフレンドマルチの直後に撮っております。 3DS ロックロックマウンテンでやっていきましょう。ハートでね、体をがっつり守って3位内を狙っていきたいと思います。待って、 100cc って書いてあった待って、 100cc って書いてなかった今。めちゃめちゃ遅いんじゃない？大丈夫？お、参加、あ、2チームに分かれてる。あれだからか、 VS ツアーだからか、ちょっと早めにね動画出さないといけないですね。ちょっとね、もしかしたらマリカツ週間みたいになってるかもしれんあれ、こんなにマリカツを上げるみたいな感じになってるかもしれないんですけれども、まあそういうちょっと裏事情みたいなね、こういうことがあったのでマルチだけじゃねクリアできなかったっていうのがあるので、ちょっと待って、怖い、今現時点でさこんな感じでしょ。でもさ、この人たちみんなが3位内を合計って5回取るみたいなね、うますぎですけど、やってるっていう可能性はなくもないけど、ねえねえってことなので、ちょっと下行きましょう。下行った方が早いらしい。だ、めっちゃ降りたいんだけど降りれなくね、なんでこんな降りれないものだったっけ、ここって。こんなにちょっと降りれたわ。よしよしよし、これはちょっとショートカットしないでいった。あ、ショートカットできたんかーい。道がね、皆さんをこの辺で、よし、あ、メロンめ、ちょっと待って、あって当たるな当たりそうになったのはマジで怖いから、ここで一旦下げて登って、うわ待って、ピーチコインめっちゃ配ってた、いいな、欲しいな。私ね、全部交換できたわけではないので、ちょっとねピーチコインも集めつついきたいんだけど、もう新しいねツアーが始まってるかな、これ見てる頃には。よし、これで前に行くぞ、前に行くぞ。よし、キラーがいるね。よし、キラーが解除されてから当たるからの、ちょっと誰も何も投げんなよ。このまま行きたい、このまま行きたい、待って、このまま、いや待って、あー、そっか、1位だとハート出ないんだっけ、ん、なんだっけ、ちょっとなんかそういうことがあった気がしたな、確かね、なんかコメントで教えてもらった気がするから、ちょっと待って、これ下行って上行きたいな。これぶつかるか、大丈夫、ここで何かしらいいものをもらおう。ちょっと次はさ、これピーチじゃなくて何にしようかな、違う、ちょっと待って、怖すぎーっと、やめろ、よし、私のケツアタック、私のケツアタックが決まったところ、よし、いいよ、これで3位以内、あ、待って、危ない、セーフ、よし、いけたー。うわ、今度4人、え、待って、赤チーム1人しかいなかったんだけど大丈夫そう？よし、私の iPad もね残り 30% の充電しかないので、ちょっと急がないとやばそうだぞ。で、ちょっと3位内、これはね最下位が4位なので、人数的にね、なので、いや、ワンチャンいけそうな気もするけど、今4位なんだよな、その4位なんだよな。なるべくインコース行こう、インコースで、ちょっと焦るよねさ、マジで充電少ないしさ、こっち行ってここに当たり屋が来るか、お、当たり屋が来なかったですね当たれなかったけど体を守ることはできる、いいよ、うん、危ねー、危ないですよ、私の周りにいない方がですよ、もしかしたら何かいいアイテムを取っちゃうかもしれないからね、体を守るようなやつ、うーん、うわ、あれ待って、え、うーんって言ったらゴールしたんだけどお、人数増えた、 GBA プクプクアイランド X、 最後はメタルマリオでいきます。くる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 、体のね、てかクッパでかめっちゃクッパでか、ピンクの乗り物似合わなあ、待って、ペンギンかわいいわ、うわ、マリオ率高いな、うわ、めっちゃコイン配ってくれる系でしょこの人たち、私ピーチチームなんだな、始まるまでが長かったな、
待って、こんだけ人数いるともしかしたらハートの方が良かったのかな。この体の周りをさ、くるくるファイヤーボールが回ってくれるって思えばいいなって思ったんだけど、私今ね赤チームなんだよね。マリオチームになっちゃってるから、待って、ここ行こう。よし、いいや、もうやっちまったね。ほい、ここでこうして、待って、これってさ赤チーム同士ならさ甲羅とか大丈夫なんだったっけ。ここって行って頑張る。マルチとかね、フレンドマルチ以外あまりやらないので。でもこれさ、もしかして終えたらランキング上がってルビーもらえるかもっていうのもありえるよ。いや、バナナか、バナナか、危な、危な、そういうの危ないからやめた方がいいよ。よし、よし、ほらね、そういうことすると私のお尻のバナナがね、火を吹くんだから。火を吹くんだからとか、全然火吹いてないけど。ファイヤーボール、これ、うわ、クラクション。ワンチャンあり。いや、危ねえ。バナナ危なかったね。これ 100cc なんだよね。結構まあ、遅い。いや、でもそんな違和感ないかもしれない。そこまで。わかんない。200cc やった時は、いや、マジでやべえな、この速さって思ったけど、なんか、あれかも。ここまでかも、今は。だって、後ろからさ、何か来た時にさ、このクラクションで対応しよう。ね、ちょっとクラクションで対応できるようにしておこう。無理だった、やっぱり。私には、そのね、恐怖にね、勝てなかった。もう、何かしらいつか飛んでくるっていう頭になってるから。待って、でもこれ1位いけるよ。そしたら、もう私は、このチャレンジは、終了で良い。よーしよーし。よーしってことで、ちゃんと終わったのかの確認をして、この動画を終えたいと思います。よかった !3 回取る OK! うおーしよしよしよし、ちゃんとね、この下のバーも良くなってますね。良くなってるっておかしいか。ほら、全部クリアになってる !OK! うわ、コンプリートでルビー5個。ありがたやー。待って、これさ、なんかあるよね。ハードチャレンジやマルチプレイチャレンジ。これ、腕前 ABC。あ、待って、私 D のやつこの前もらったのかな。はい、編集中のミンでございます。こんにちは。昨日のフレンドマルチの動画、そしてこのマルチチャレンジの動画、結構ね、予定が狂いまくって、本当にマリカツ動画の1週間みたいな感じになってるんですけれども、この直後に今日のチャレンジの動画を入れましたので、よろしければそちらもご覧になっていってくださると嬉しいです。1日目、引いていきたいと思います。前回はね、ルビー1個も出なかったんだっけね。なので今回は、うわ、待って前々回のスタートと一緒、アイテムチケット2日目引いていきたいと思います。あ、早3日目、今日のチャレンジ、昨日はルビーだったから今日はちょっとアイテムチケット欲しいな。少なくなってきたけどコイン、これは嬉しい。4日目、本日は何が出るかな。そろそろね、私も夏休みに入らせてもらってコイン500。はい、ということで、再び編集中の私でございます。この3日間ですね、旅行に行っていたというのがありまして、ちょっとね、ただ画面収録だけをして、声の収録はね、もちろん外で、マイクオフにしてできなかったので、まあ今こんな状況なんですけれども、いいの出ないね。9日目。お、コイン1000。11日目。今日のチャレンジクリア。そろそろさ、おっきいルビーポンって入ってこないから、アイテムチケット5枚 !12日目、残すところあと1日分ですね。ルビー来い!ね、アイテムチケット!お!ゴールド!びっくりした!確定ですね。UR 確定、ラスト13日目にしてゴールド!これは、あれだね。いっぱいなんかご褒美もらった。え、しかも?え、マジ?さ、誰?撮ってんじゃん。撮ってんじゃん。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。